はいどうも、哲学とです。今回もクロニコン実況をやっていきたいと思います。そうですね、前回ちょっと1個レベル上がってたんで、もう一つドローンを呼んじゃおうかなと思いますね。これですね、ロックドローン、すべてのアクティブな炎属性の、サテライトが 50% 上昇したダメージを与えるロケットドローンに変化し発射する。はいはい、ここに1ポイント振ると感じですね。一体増えた？あ、増えましたね。1、2、3、4、5、5機に増えましたね。まあ、またこれでだいぶ火力上がるんじゃないかなと思います。でですね、次のアクト行く前にちょっと難易度をね1個上げようかなと思います。今まで一番下の難易度でやってたんですけども、はいはい、難易度を変更しますか。で今、カジュアルでやってたんですけど、こっちだね。レジェンダリーのアイテムが、はいはい、連続キルである程度のだ、はいはい、 300% のヘルクか。ノーマルでいいでしょ。レジェンダリーは1500だわね、15なのね。ノーマルでいきましょう。さあ、で、進めていきましょう。第4の試練は今までの3つの試練とは少し色が、毛色が異なるぞいと。ぞい。今回は探検発見、そして過酷な荒れ地の制圧じゃ。お主は歴史上最も有名な考古学者であり、探検家の、ダイアナ・ジョーンズを救出して、彼女と手を組んで英雄たちの足跡をたどることになるだろう。彼らは共に、荒れ地を横断し、古代文明の秘密を暴き、獰猛な獣や野蛮なオーク族を、部族を、人を寄せ付けない荒涼とした砂漠の力を払った。お主の役目は、ダイアナ・ジョーンズを見つけて救出するのじゃ。ということで、ダイアナ・ジョーンズの救出。やっていきましょう。さあ。まあ、敵のライフが 20% かな、上がってるね。まあ、ちょっと気をつけながらやっていきましょうか。はい。おぉ。砂漠地帯。この暑さ、私の装備に良くないねって。本当だね。メラメラしとる。近くにどでかい、スピーキングが隠れてるわよ。あ、ダイアナ・ジョーンズいた。ありがとう。有名な探検家。助けてくれてありがとう。あなたとご一緒できて光栄だわ。はい。私は、ジョーンズよ。名の知れた冒険家であり、考古学者なの。でででんてーん、でででんてんって感じ。私は失われたアークじゃない、伝説の都市を見つけ出すためにここにやってきたので。でもってそのサポートをしてくれるあなたみたいな優秀な人材を探していたってわけ。なんか怪しいぞ。はい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 。手伝ってみない？ザ・バッドランドには、エンシェントルーンがあるわ。そこで落ち合いましょう、と。はーい。
なんかノーマルで大丈夫そうですね。スキルポイントの消費を忘れずに。本当だね。サテライトやん。これどう？あー、おー、22ダメージ、ユニーク45、トゲトゲ。あー、 30% の毒ダメージを与える。ちょっとこれに変えてみようか。
おろしも感じるか。そうだと思ったぞ。地下に、隔たりがあるのじゃ。さ、ラーメンと地下に出向き破壊してきてくれるかと。はい、なんやろ。地下に多数の反応あり。なんか悪徒2みたい。ディアブロ2の。スクロールもね、ユニークぐらいだったら取っといた方がいいらしいという噂を聞くの。
微妙ですね。ディープローン。これなんだ。おお。これか。ね、さっきっていうか前回の実況でも手間取ったんだけど。これで大丈夫だね。なんかね、この入り口入ってすぐのところに、あれ？あ、違うのか、合ってんのか。クリスタルでした、普通の。なんか変なのあるなと思ったんだけど、違った。で、なんか下の方にもあるんだよな。you
タブレットエンシエントルームの地下室にあるはずよ。早速行ってきて、話してきてと。はい。石板を探すのか。スキル振りましょうか。スキルポイント2。毒属性耐性。ドローン。アンロックには9ポイントが必要。毒ドローン欲しいな。次は。この装備についているサテライトプラスと合わせるとかなりの数よりそうなんだよね。
なんだ。あ、これか。ここにレバーあったわ。のポータル。お見事よ。解読するからね。ふむふむ。なるほど。次の目的地は、オリシアンウエストね。じゃあそこで会いましょうと。話が早くていい。ご飯の156ダメージでかいな。あ、これやばいね。45の頭、47、溶岩のオーブ、どっちがいいのかな。よし、ここで行くか。
トレマーズみたいにさ、なんか53ダメージプラス、いいね。移動阻害効果を受けなくなる 11%。 20ダメージユニークか。10% の火ダメが、人が立ってんのは全然違う。鎧が落ちてただけだ。
そしたらこの洞窟入りますか。スケマスターをバラバラにしろみたいな名前を知って名前知られてるという、私はあなたと初対面ですか。あなたは私と初対面じゃないんですか。 YouTuber か。ウェイポイントね。あーそうだからなんかさ、たまにね、そう全然関係ないコメントがついちゃうみたいな話をしてたと思うんですけど、まあディアブロやりながらこれ見てくれてるのかもしれないからね。そういう人、ただなんかこう主語が足りなくて、なんかん何の話ってなるときあるから、善意に、なんか変な人に会ったときは善意に感謝するしかないんだよ。そう、
どうかな、21ダメなのか。うーん、あ、溶岩オーブと、あ、これ強いのは2つついてんだよね、溶岩オーブとあれが。うーん、2つ付きってあるんだね。2つ付き強いな。それだけでチャレット2つ増えるわけだね。恩恵なんか今ボーンってあれが落ちたような気がしたんだけど、ユニークThank you.
うわー、マップのつながりが分かりづら。どうなってんの、向こう側から回ってこなきゃいけないのか、こっちは。ぽいですね。広大すぎ。こっちが分かりやすいか。戦い属性高すぎで、迷路のようだ。ああ、銃だめ。砂漠の日々。いいね。これ強いんじゃない？ユニーク。おお、です。サテライトのダメージついて、ダメージプラス81。いいじゃないですか。
広大ついにレベル50に来ましたね。ジョーンズとの合流地点が右下かな、これそういう感じはするけど、ありましたね、目的地。
なんかいつも1時間近くなっちゃうんですけど、まあそれぐらいの感じでやっていくのもありかなと思ってます。長すぎーっていう方もいらっしゃいました。さてと困ったことにナックルへヘッドがここを通してくれないのよ。失われた都市はここを通っていくのが、最短経路なの。他の方を遠回りしてたら数週間かかっちゃうわ。近くにあるブラッドトースエリアで、ソーンズビーンズを通るにふさわしいか戦って証明する必要があるみたいね。それじゃあ頑張ってきてねと。ああこれね、はいはい、ここは通さない。そこのお嬢さんに話しかけなって。おマジで。ナックルズ。ブラッドトゥースアリーナは、オリッジウエストにある。明日して見つけてくださいと言ってるが、あここのどっかにあるんだ。そしたら長くなりそうなんで一旦ここで区切りましょうかね。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。